2019明治安田生命 J1 リーグ第14節、この時間はジュビロ磐田とヴィッセル神戸の一戦をお送りします。まあ、依然イニエスタはコンディション万全ではありませんのでメンバー外、それから今日はポドルスキーもいません。両チームのメンバーと予想フォーメーションです。ホームジュビロ磐田です。ゴールキーパーカミンスキー、最終ラインは高橋、大井、新里、両ワイドですが、ウォーミングアップでは小川大輝が右、左を松本でトレーニングをしていました。センターには田口大志と山本浩介、ロドリゲス、山田裕樹、最前線アダユートン、予想はご覧のような配置となりました。阿部ヴィッセル神戸です。ゴールキーパー湘南戦で J1 デビューを果たしました吉丸、予想では3バックダンクレー、真ん中に大崎、そして宮、中盤ワイドには左小川慶次郎、右西大吾、フルタイム出場の山口、そしてセルジー三平、2列目三田、ビジャ、最前線ベリントンという形です。スピードに乗って小川慶次郎残します。サポートを待ちながらボールキープ、小川から山口蛍、足元三田、ウェニトン、三田が来ます。おお、これはジャッジ PK か、 PK ボールじゃないかとアピールに行きましたが飛び出していった三田、いきなりです。1分30秒、オフサイド気味見えましたかね。そうですね、そこジムの選手は今アピールしてますけども、そうですね、まあ、足にかかってるとは思いますけどもね、ボールが流れてきましたので微妙な判定だったと思いますけど、完全にキーパーの逆、アウェー神戸先制です。松本雅也、アダユートン、狭いところを仕掛けていく、山田裕樹が来る、こぼれ球、松本、左足、これはウェリントンが行く、紙式出られない。中にビジャ、ベリット右足、今単独突破しましたけども、今バックパスに対してジュビロが行こうと思ったところにウェリントンの逃げ道があるっていうのが一つの策になりましたよね。はい、ウェリントン引きつけてコントロール、ラストパスで開け、逆サイド決定機、ビジャ、ちょっとビジャのポジションもジュビロのディフェンスは見失ってました。まあ、ここの抜け出した時点でビジャは大外でいましたので見えないんだと思いますけど、まあ、ポジションの出が秀逸ですよね。はい、左から松本雅也、アダユートン、ロドリゲス、コースを狙ってきた、クロスバー、ロドリゲス、狙い通りの軌道だったと思いますけどね、コースでシュートコース作って、そうですね、それほど広くはないですけどね、わずかな隙間を縫っていきましたけども、大久保、中山、ロドリゲス、田口、奥はミドルシュート、触ってます、コーナーキック、素晴らしいシュートが出ましたね。逆サイド、ロドリゲス、右
シュートでしたが枠外でした。山本浩介サイドチェンジ、中山、田口、大久保抜けた、こぼれている、もう一度大久保、これは手で処理をしました、完全に手で処理をしました。レッドカード、触ってなければ完全に大久保の得点になっていたはずです。これ完全に手で処理をしました、まあ、決定機阻止、ダンクレー一発レッドで退場、そしてペナルティーキック、正面だ、こぼれ球流し込んで同点、追いつきましたジュビロ。一旦は吉丸止めましたがセカンドボールに反応しました。吉丸選手うまくタイミング合わせて防ぎましたけどね、まあ、その後セカンドボールは落ち着いて決めましたね、はい、攻め切りたいジュビロ。試合終了1対1。 J1 リーグ第14節、ジュビロ磐田とヴィッセル神戸の一戦は1対1、引き分けに終わっています。